ビリー・アイリッシュ・パイレーとベアード・オコンネルはアメリカ合衆国の女性シンガーソングライターである。第62回グラミー賞で史上最年少2度目の c o 4部門受賞を達成した。13歳だった2015年にサウンドクラウドに楽曲オーシャン・アイズをアップロードしたことがきっかけで注目を集める。同曲はレコードレーベルインタースコープレコードの子会社。 ダークルームの目に留まり、同社からリリースされた。オーシャンアイズは彼女の兄であるフィニアス・オコネルが作詞、プロデュースを担当。2017年8月11日に EP、Don't Smile at Me をリリース。EP がアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアでトップ15を果たし、シングル、ベリー・エイクもリリースされる。EP の商業的成功に次ぎ、 2017年の9月には、アップルミュージックのアップネクストと呼ばれる新人アーティストの支援プログラムに選ばれた。また、アメリカ人シンガーのカリードとのコラボで2018年4月にシングルのラブリーをリリースし、同曲はネットフリックスで配信されている13のリユーセカンドシーズンのサウンドトラックになった。2019年3月29日にはデビューアルバム When We All, Fall Asleep, Where Do We Go? がリリースされ、批評家たちからも絶賛されている。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアでは1位を獲得した。シングルカットされた、When the Parties Over と、ベリー、A Friend がアメリカでトップ15になり、Bad Guy はアメリカ、カナダ、オーストラリアで1位を獲得。 アメリカレコード協会からゴールド7個とプラチナ2個を獲得。2020年1月26日に開催された第62回グラミー賞で主要4部門を含む合計5部門を受賞。主要部門の独占は39年ぶり史上2度目、女性として初、かつ史上最年少の記録となった。音楽制作などは作曲家、 音楽プロデューサーでもある実験フィニアスを兼ねる共同作業を行っている。2020年8月19日に開催された民主党全国党大会に映像で登場、最新シングルマイフューチャーを初披露した。スピーチの中でドナルド・トランプは私たちの国、私たちが大切にしているものを全て壊している。私たちには気候変動や 新型コロナウイルス感染症の問題を否定するのではなく、それらを解決するリーダーが必要。黙っていてはダメ。そばから見ているのもダメ。私たちの人生がこの投票で変わると思ってと呼びかけた。アイリッシュは2001年12月18日にカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。父のパトリックをこねるは・オコネルは過去にアイアンマンに出演したこともある俳優。 母のマギー・ベアードは俳優兼作曲家であり、両者ともエンターテインメント業界にいる。彼女は主にスコットランド人とアイルランド人を祖先に持つ。ロサンゼルスのハイランドパークで生まれ育った。アイリッシュはホームスクールで育ち、8歳でロサンゼルス児童が圧勝団に参加。自分は新人深い子供だったと振り返っている。すでに自身のバンドで作曲。 演奏やプロデュースをしていた兄のフィニアスオコネルを追いかけるようにアイリッシュも11歳から作曲をし音楽活動をスタートさせる2015年の10月にアイリッシュがオーシャンアイズを録音兄のフィニアスがもともと自身のバンドのために書いた曲でアイリッシュのダンス講師が振り付けを考えた2016年にアイリッシュのデビューシングルとしてオーシャンアイズを サウンドクラウドで配信。2016年3月24日にミュージックビデオがリリースされ、アイリッシュがその曲にダンスしている動画が2016年11月22日にリリースされた。同じ年にシングル6 Feet Under もリリース。2016年11月18日にダークルームとインタースコープレコードによってオーシャンアイズが全国に 再リリースされる。2017年の1月14日には4つのリミックスを加えた EP オーシャン・アイズをリリース。オーシャン・アイズのリミックスの成功に次ぎ、2017年2月24日にベリー・エイクをリリース。動画は2017年3月にリリースされた。3月下旬にはネットフリックスシリーズ13の理由に起用されたサウンドトラックボードをリリース。 2017年6月30日にシングル Watch をリリースし、同年7月には Copycat のリリースに加えてデビュー EPDon't Smile at Me を発表。7月の毎週金曜日に新たなシングルを EP に増やしていた。このようによってシングル I Don't Wanna Be You Anymore や My Boy がリリースされた。2017年8月11日に Don't Smile at Me をリリース。リリース後、ウォッチをリミックスした曲、アンドバーンをアメリカ人ラッパーのビンス・ステープルズとコラボし、後に EP の再リリースにも加えられた。ステープルズとコラボし、後に EP の再リリースにも加えられた。プッケルポップ2019出演時のビリー・アイリッシュ2018年の2月に、ホエアズ・マイ・マインドツアーを開催し、同年の4月にツアーを終えた。 2018年のレコードストアデーでは、アコースティックバージョンの自身の曲、パーティーフェイバーとドレイクのホットラインブリングをカバーした。アメリカ人シンガーのカリードとのコラボで2018年4月にシングルのラブリーをリリースし、ネットフリックスで配信されている13の理由、セカンドシーズンのサウンドトラックになった。シングル曲、ビッチズブロークンハーツとユーシュトシーミーイン。You should see me in A クラウンもリリース。8月に来日して、サマーソニックに出演した。2018年10月には、シングル、When the Party's Over をリリース。10月下旬に、ネクストマネジメントとモデル契約をした。2019年1月にデビューアルバム、When We All Fall Asleep, Where Do We Go? からのサードシングル、Berry, A Friend をリリース。 ビルボードホット100で最高14位を獲得。2019年3月4日にアルバムからホースシングル Wish You ア r e がリリースされアメリカで最高31位になる。When We All Fall Asleep Where Do We Go は2019年3月29日にリリースされた。ビルボード200と UK アルバムスチャートでデビューアルバムが1位になり、 アメリカでは2000年代生まれでアルバム1位を獲得する初めてのアーティストとなり、イギリスではアルバム1位を取った最年少の女性となった。フィフスシングルバッドガイがアルバムと同時にリリースされ、全米シングルチャートで初の1位を獲得し、2000年以降に生まれたアーティストでは史上初となった。2019年4月から北米、ヨーロッパ、オセアニアを回る。 ウェンウィー・ウォール・ホール・アスリープ・ワールドツアーを、コーチェラ・フェスティバルを皮切りに開始した。ツアーの一環で、リーディング・リーズ・フェスティバルスなどのフェスに出演した。2020年1月15日に、007ノータイム2、ダイの主題歌、ノータイム2、ダイをシリーズ史上最年少で提供する、ことが、007と本人のインスタグラムで発表された。この発表により、ビリー・アイリッシュは、 ジェームズ・ボンドの主題歌を作曲、演奏した最年少アーティストとなった。同曲は2020年2月13日にシングルとしてリリースされた後、イギリスでアイリッシュにとって初となるナンバーワンシングルを獲得。第62回グラミー賞では新人賞、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞という、 主要4部門を史上最年少で受賞した。第92回アカデミー賞で、ビートルズのイエスタデーを披露。新型コロナウイルスによるパンデミックの間、アイリッシュと彼女のニー・フィニアスは、アイハートメディア主催の、アイハートリビングルームコンセールフォーアメリカと、グローバルシチズン主催の、ワンワールド、トゥギャザー・アットホーム、両方の配信型コンサート出演し、校舎では、ボビー・ヘブによる、 サニーのカバーを歌った。2020年7月30日、アイリッシュはノータイムツー代以来のオリジナルリリースとなるマイフューチャーをアニメーションビデオと共にリリースした。また、ベイ・ホーブス氏の選ぶセレブリティ100リストに最年少で選出された。2020年10月、アイリッシュはウェアドゥ Do ーゴーザ・ライブストリームと名付けたバーチャルコンサートを開催。ロサンゼルスから ライブストリームが放送され、グッズの収益は、新型コロナウイルスのパンデミックで影響を受けた、イベントクルーを支援するための募金に充てられた。アイリッシュはまた、2020年10月24日に、行われた、ビルボードミュージックアワードで、ノミネートされていた12部門のうち、ビルボードミュージックアワード4トップフィメールアーティスト、ビルボードミュージックアワード4トップビルボード200、アルバム、 ビルボードミュージックアワードフォートップニューアーチストの3部門での受賞を果たす。また、同月にはニューシングル t h e ォー for I Am を発表し、共に2020年11月12日にミュージックビデオを公開した。2021年にアップル TV で世界は少しぼやけているというドキュメント映画が配信されている。第63回グラミー賞でエブリシング。Everything アイウォンテッドで最優秀レコード賞を、ノータイムツー大で最優秀、ビジュアルメディア向けソングライティングの賞を受賞した。2021年4月29日、ユアパワーをリリース。アイリッシュのソプラノセオノイジーのエイブリー・ストーンが、ユービ、ローリング・ストーンのマウラ・ジョンストンが、囁くような声と言い表している。ザ・ニューヨーカーのドリーンセント。 彼女は高く細い音色をハスキーかつ滑らかな声でフェードアウトできると述べている。兄のフィニアスと共同で音楽を作曲。音楽を作るにあたって兄のことをパートナーと呼んでいる。フィニアスがアイリッシュの音楽をプロデュースし、ライブでも一緒に出演している。二人とも完全に話を作り上げてそのキャラクターになりきることと架空の曲を作ることが好き。 だがいくつかの曲は、フィニアスとアイリッシュの経験から基づいている。だいたい同じようなことを乗り切ってきているから、私と兄が経験したことが、曲にミックスされているの。半分半分かな、書くのもたくさんあるし、そうじゃないのもたくさんある。彼らは、皆が考えていることだけれど、誰も口に出さないことや、とても興味深い歌詞で、会話風な曲を書くように意識している。 そんなに深くないことを深く書いてみたりするの。何かの意味を成しながら、特定の方法で深く言ったりするの。でも、そんなに深く考えずにね。フィニアスは、妹の曲を作る際に、彼女が自分自身に関連付けられる内容で、歌いながら楽しむことができ、歌詞を強調させて、彼女のものにできるよう心がけているという。アイリッシュと曲を作るときは、 彼女が伝えたいストーリーを伝える手伝いや、彼女からの意見も得て、彼女のアイデアにも耳を傾けるようにし、彼女に合った言葉遣いの歌詞になるように努めている。アイリッシュは主に、ヒップホップと R&B を聴く。ラップ音楽の大ファンで、ラッパーのタイラー・ザ・クリエイターや、R ・スウェット・シャツ、エイサ・プロッキー、そして、歌手のミゲルに関心しており、コラボしたいと思っている。 彼女はビートルズやグリーンデー、アブリル・ラビーン、そしてジャスティン・ビーバーの曲を聴いて育った。そして、ラナデルレイから大きな影響力を得たと主張している。13歳で発表の最初の楽曲、オーシャン・アイズは歌唱それ、事態に加えて恋、もしくはオーシャン・アイをナパームダンの空などに例えるという描写によっても注目を受けたという。 アイリッシュは主にダブダブした体に合わない服を着るファッションスタイルをすることで知られている。タイラーザクリエイターに影響された美的センスだ。2017年に雑誌ハーパーズバザーにて周りの人から注目してもらっている気分になるので、普通とはかけ離れたファッションをするのが好きと言っていた。2019年のガルバンクラインの広告では自分の体型に対してとやかく言われたくないため、 このようなファッションをしていると述べていた。自分のイメージに対しては、私は他の多くの人はすごく違う。そうしようとしているの。ルールに従うのが嫌い。特定のファッションをしている人がいたら、私はそれとは全く違うファッションを着るわ。私は超変わっている。覚えられているのが好きだから記憶に残るような人に見られたいの。 みんなが思っているより私は大事な人なんだって証明できたと思う。私はちょっと威圧的なの。だからみんな私の言うことをよく聞く。ちょっと怖いけ。大勢の人がただ私を怖がっている。感じの悪い顔をしているから。と話している。地球温暖化に対して積極的に発信しており、オールザ・グッドガールズ・ゴーツー・ヘルは地球温暖化について 継承を鳴らす楽曲だとしている。BLM 運動について大々的に発信を行い、オールライブズマターに対して反対する投稿をインスタグラムにアップロードし、白人の特権の存在を訴えた。2021年6月号のブリティッシュ防具の表紙を飾り、今までのイメージを覆すようなファッションスタイルをテーマとした。2021年6月14日投稿の タイラーザクリエイターの曲を流し、歌詞にある、シンクという中国系移民に対する侮辱用語を歌ったり、黒人英語を話したり、アジア人が話している様子を面白おかしく、真似したりしたとされる場面などをつなぎ合わせた、ショート動画が TikTok で100万回以上再生され、話題になった。アイリッシュが14歳の時に投稿したインスタグラムなどから切り出した動画とみられる。 2021年6月22日、インスタグラムのストーリーで13歳か14歳ぐらいの時のアジア系コミュニティに対する不別語だと知らずに曲の中の言葉を発したものです。こうした言葉を発したことに対して愕然としていますし、恥ずかしい気持ちです。ふざけて意味不明な言葉を発したもので、誰かや何らかの言語、アクセント、文化を真似したものでは決してありません。 当時、私は無知で幼かったものの、言い訳にはなりませんし、謝罪しますなどとした。2019年4月に現代アーティストの村上、高志とタッグを組み、マーチャンダイズをリリース。村上がディレクションとアニメーションを担当した彼女、自身のミュージックビデオ、You should see me in a crown とその動画に映る、彼女自身のビニールフィギュアから刺激を受け、マーチャンダイズされた。 同年5月、カルバンクラインの広告キャンペーンアイスピークマイトルースイン、マイケールビンズに参加し、また、アドカウンシルのキャンペーン、シーズ・ザ・オークワードと連続でメンタルヘルスへの意識を広めることを目的とする、PSA にも登場した。2020年6月にも、村上隆とのコラボ T シャツをユニクロで販売した。2019年8月、 ファッション関連でコラボレーションをしているシベリア・ヒルズが日本人とされるアマチュア作者の描いたアニメラブライブの登場人物、登場のぞみのデザインを投用したとして論争を呼んだ。その後、ヒルズ側は作者本人にではなくインスタグラム上で作者やファンに謝罪し該当商品の T シャツやパーカーの販売を取りやめ購入者に対して 払い戻しを行うことを明らかにした。また、アイリッシュ自身によるこの商品への関与がなかったことも言明しているが、本人は特にコメントを残していない。アイリッシュは顔面痙攣を引き起こすトゥレット障害の他にも、野狂症や抑うつ、共感覚、聴覚情報処理障害など様々な精神障害の発症を明らかにしている。2019年3月に、 ガーディアンのインタビューでは、麻薬使用について、私は麻薬をやったことがない。私は、私の人生の中で何かを吸ったことがない。それは私にとって、面白くないと無関心を強く表している。また、家族と共にヴィーガンである。トゥレット障害について、TV 番組、エレンの部屋に出演した際、私を定義するときに結びつけてほしくなくて、これまでは何も言ってこなかったの。 ファンの中にもそれを抱えている人たちがたくさんいるって言うことが分かって、より心が休まるようになったわ。と語っている。最年少で主要4部門のノミネートを果たし、史上最年少で主要4部門を独占。主要4部門同時受賞は1981年、クリストファー・クロス以来の39年ぶり、史上2人目の快挙である。ありがとうございます。